遅いぞ、僕は待たせるなと。どうせどれだけ早く来ても文句言うんだろう。探しているものがある。お前瀬戸さんか。瀬戸隊長の荷物？そうか、以前結局その約束は果たされなかった。もし瀬戸さんがどこかにそれを用意していたなら受け取りたいんだ。なるほど、つまり瀬戸隊長の形見。そういうことだ。預かっていないなら。瀬戸隊長が何か置いとく場所っていうと。見たのに忘れているんじゃないのか。そんなこと言われてもな。きっと何かの包みか箱みたいなもの。待てよ、もしかして。僕だって暇じゃない。お前の念力を使えば探し物も効率がいいだろう。なんか偉そうだな。頼む側なんだからもう少し謙虚な。たでも、もし本当に市電宛ての贈り物があるなら仕方ないな。わかった、俺な。子供じゃあるまいし、拗ねたりするか。戻ったということは。ああ、アジトの隅で市電宛に名前が書かれたケースを見つけた。見せろ。これは戦闘用のマスクか。やっぱり瀬戸隊長の贈り物だったんだな。ああ、そうみたいだな。市電へ。俺の招待に入れてやれなくてすまなかったな。代わりといっ、このマスクには特殊な電極が埋め込まれていて、放電の指向性がコントロールしやすく、俺のと同じタイプだが、お前用に調整した特殊品だ。市電、お前は俺が見てきた海抜群の隊員の中だから、自分の力を。だが俺もまだまだ負けるつもりはないぞ。瀬戸さん、そんな。くそ、僕は。試練、瀬戸隊長。海抜群でこんなに僕の力を認めてくれていたのはあの人。俺は短い間しか一緒に戦えなかった。冷静で頼りがいがあって。誰に。お前が瀬戸さんみたいにだと。気安くす。お前程度のやつが瀬戸さんのようになれるなら僕がとっくになってるさ。そんな言い方はないだろう。そりゃ高い目標なの。お坊ちゃまにはわからないだろうが、世の中は頑張ってどうにかなることばかりじゃないんだ。自分が瀬戸さんの域に達するなんて身の程知らずなことを軽々。わかったよ、もう何も言わない。用事が済んだんなら。おい待て。なんだよ。まだマスクを見つけてくれた礼を言ってなかっただろう。よくやった。今のがお礼のつもりかよ。瀬戸隊長のためだったからな。ま、気が向いたらな。偉そうで口が悪くて。俺も瀬戸隊長ぐらい広い心を持てれば。ユイト、来てくれたのね。あ、はい。あもっと普通に話してちょうだい。それもそうかな。じゃあ、実はね、
現場の様子を聞かせてほしいの。今は別々の立場で戦っているけれど、そちらでちゃんと元気。現場なら元気そうだよ。でもそう言われるとたまに疲れてそう。やっぱり心配だわ。仕事ばかりじゃなく何か趣味を作ったりして気晴らしができるといい。強化って本当に仲間のことを思いやってるんだ。俺にもそんな風に親身になって世話を焼いてくれる人がいたら。こまあそんな風に言われるとなんだか照れちゃうわね、ゆいと。親父も兄貴も仕事が忙しかった。強化みたいに優しく見守っててくれるような人は。私だってそんな立派なものじゃないわよ。海抜軍として一緒に戦った仲間は私にとって、みんながちゃんと元気でいるか離れていてもつい。それに私が気にかけているのは玄馬だけじゃないわ。え、俺も。そうだわ、せっかくだからあなたのことも聞かせてもらえ。うん、まあいろいろと忙しかったりはするけど。本当？忙しくても食事は3食ちゃんと食べるのよ。あ、そうだわ、最近手に入れたいいお守りがあるのよ。いや、いいって。そこまで心配しなくても俺は十分元気だから。なんか恥ずかしいな、こういうの。母親に世話焼かれるのってこんな感じなのかな。あら、そう？残念ね。まあいいわ、また今度ゆっくりお話ししましょうね。ああ、でも強化隊にいたわけでもないし。そろそろ休んだ方がいいな。ユイト、起きて。どうした花火。テレビ、ワイドショー。10日に発生したカレン・トラバースによるスオー事変は、中でもカレンの命令によって行われたスメラギ議長の。父さん。当番組では実行犯と目されるカサネランドールの似顔。え、カサネ、なんだこれは。ひどい。凶悪なカサネランドール容疑者のと。おーい、みんな。渡る。いや、カサネのあれさ、ランドール家も海抜軍も写真データの提出を拒んだらしいぜ。カラスの中継データも処分されてた後だったから、仕方なく似顔絵が公開されたんだって。いや、ちょっと重ねに。あ、悪いユイト。あ、いや、ユイト、よかった。え、そうか、俺本当にみんなに心配かけてたな。心配ぐらいさせてくれ。俺たちにはそれぐらいしかできんからな。ブレインフィールドの後遺症とかもないみたいだし、本当によかったよ。ありがとな。あの時はみんなの声のおかげで正気に戻れたよ。まるで俺が俺じゃなくなっていくような感覚だった。ブレインフィールドは確かにすごい力だけど。リスクのでかい大技だって知っちゃいたけどさ。超能力は感情に左右される。
ブレインフィールドも同様だろう。使い方次第ってこと？とりあえず使うんなら、あ、そういやこれを伝えない。兄貴から。うん。はるかのことか。あいつ俺と違ってふっかるだから、カサネたちの面倒を見てるうちにほっとけなくなったんだと思うぜ。だからひょいひょいついていっちまったんじゃねえかな。え、渡るの妹ってカス…あ、ユイト知らなかったっけ、はるかちゃん。ま、そういうことだから本当に気に…こういうの照れるな。よし。ユイト？どうしたの？急にた…お前…何よって…え？いつ、スオに戻ってきたんだ？お待たせしました。カラスが近づかないように、取材禁止を徹底…え？ルカ…ユイト、隊長はあなたです。僕のことは呼び捨てにしてくださいとお願いしたばかりじゃありませんか。え、待ってください。俺が隊長？スオ事変の時に臨時隊長になった話ですか？違うよ、それじゃなくて、さっき吹雪連隊長から任命されたじゃない。え、さっきっていつだ？ユイト。渡る、ユイトの大脳で。いや、ユイト、もしかしたら、あ、僕らは海抜群のゼロ一小隊に再編成されました。あ、嫌な予感がします。できればすぐに。任務は？ヤバそうならこっちから上層部に連絡回すぞ。隊長はユイトです。僕から強制はできます。そうだよユイト、見てもらえば安心じゃない。そうだよな。よし、任務のことは俺から上に報告。お、ここって。それにおじさんにメッセージ送っといたから、ちょっとずるいけどすぐ見てくれると思う。心配することはありません。おそらく疲労のせいですね。超感覚刺激ホルモンが過剰に分泌され、脳の記憶を、ホルモンの分泌を抑制する薬を院内薬局で処方しますので、症状が出た時はそれ。あ、はい。あ、スオー事変で果敢に怪異を討伐し、スオーを守った英雄、この度異例の昇進によってゼロ一小隊の新隊長に任命されました。なんだこれ、こんなことしてないぞ。君には不本意だと思うけれど、こらえてくれ。カイト、君は救国の英雄として祭り上げ。いや、そうだ。それでは旧国の英雄ユイト・スメラギ。あんなニュース見なくていいよ。マスコミなんて勝手なことばっかり放送するんだか。それよりどうだった、何か分かった？ああ、うん、疲れてるだけだって。薬が出るからもう少し待たないと。スオー事変で国賊カサネランドールの狂人に倒れたジョー・スメラギ評議会議長、その悲劇を乗り越え我がニューヒムカの。ああ、ねえ、まだ時間がかかるんなら
さっき案内する途中で診察の順番来ちゃったし花火はやっ、まあカラスどもの国威高揚番組を見ているぐらいならその方が、ま、うん、そうしようかな。ちょっと待って、あの何、あ、すみません、私あのベルペッパーなので病院内のビジョンが全く見えなくて。え、ベルペッパー？あ、ごめんなさい、無能力者なんです。だから能力を使ったシステムは認識できないんです。すみませんが脳神経内科はどちら？あ、私がご案内します。無能力症の人のことをベルペッパーっていうのか？ベルペッパーってピーマンのことだろ？ああ、ユイトってマジで育ちがいいのだ。まあなんていうか能力が空っぽだからみたいな意味合いかな。ひどい言い草だな。そうですね。でも無能力者自身も自分で無能力者というよりベルペッパーということが多いんです。能力がないと認めるのが心理的に抵抗があるというか。能力が使えないときっと生活が不便。ええ、そうですね。街のビジョンもサイネットもあらゆるシステムは能力が備わっていることを前提として作られていますから。人口の 0.1% が無能力症だというデータもあると聞いている。政府はもっと能力弱者への配慮を推し進めるべきだと思うのだがな。海抜群病院では無能力者の治療研究が進められている。そうです、無能力者をなくすというのが政府の方針なんでしょうね。ベルペッパー、なんだろう、何か思い出しかけたような。ん、どうしたの花火、変な顔してる。うん、さっきの女の人を脳神経内科へ連れて行ったら看護師さんが急患のバスの時間がどうとかって話してて、急患をバスに乗せるなんてあるのかな。バス、きっと聞き間違いだよね。ごめん。バス来てる、地下に。地下？なぜ病院の地下にバスが来るんだ？送迎バスなら地上の正面玄関につけるだろう。そもそも地下道路は基本的に町の外に行くための特別道路のはずだが。こっちには海抜群病院のデータが一切ないんだ。だから病院の中がどうなってるのかは分からないな。まあ町の外の急患を運び入れるための地下ターミナルはあってもおかしくはないんじゃないか。急患、そういえば一条海抜群病院の急患が周防の外にありましたよね。それって六章寺のこと？あそこなら10年ぐらい前に怪異の大襲撃があって町の痕跡も残らないほど破壊されたって聞いてるけど。そういえばそんな事件があったな。花火も昔は六章寺に住んでいたのか？ううん、
うちのお父さん昔は一条の本家からは感動されてたから、私は生まれも育ちも周防なんだ。だから六将市にはたまにしか行かなかった。でも唯人が入院していた病院は六将市にあった旧海抜群病院だよね。私お見舞いに行ったもん。ああ、六将市が襲われた時にお袋も甲斐に殺されたんだ。あ、嘘、バスの中に凪がいる。え、凪が？うん、生死不明者にリストされてたし、見間違いかもしれないけど。悪い、こっちじゃ捕捉できない。病院の中はこっちのアクセスが禁じられてるんだ。わかった、つぐみ、凪を乗せたバスが向かった方向を教えてくれ。位置データを送った。六将市跡、海抜群病院の旧館がある方角。みんな付き合ってくれ、凪が生きているなら会って話がしたい。そうだな、本当に凪だったのかどうか確かめた方がいい。
ここが会話、子供の頃のことだからかな。本当に六章でも、カインが狙うのって人間の脳。ええ、確かにこの休館が今気のせいかな。ルカは、そうですね、ええ、だからナギがここに連れてこられる可能性は高いと思いました。どうして休館が今も使われてるって思ったんだ。それは海抜群の指揮官休館で何らかの施設が稼働しているのではないかという。ルカ、何かをか、つぐみ、ナギが乗っていたと思われるバスは。うん、でもきゅ、こういうところは俺も休館のデータは参照できないんだ。よし、みんな慎重に行こう。ナギ、お前には会って聞きたいことが山ほどあるんだ。僕の超能力を使えば
この先に進めそうですよ、ユイト。びっくりした。怪異が集まる一番の理由は食べ物を
ここには怪異が群がるほどの人。花火、おじさんから何か聞。いた、ナギ。ナギ、待ってくれ、ナギ。無事だったんだな。ユイト、生死不明者リストに入ってたから心配してたんだ。それにごめん、ナギ。あの時どうし、俺だってわかんねえんだよ。え、急に脳がしびれたような感じになって、頭の中をぐちゃぐ。どうしてそんな。ユイト、逃げろ。え、突然何。ここにいたら俺みたいに人格矯正されるぞ。やはりそうでしたか。噂は本当だったんだな。人格矯正。なんだ、警報。また怪異か。やっぱり監視されてたのか。いや、俺も一緒に戦う。ダメなんだよ俺。いつスイッチが切り替わってお前らを殺そうとするか分かっ。だから、じゃあせめて一緒に逃げよう。ダメだ、いつお前らを殺そうとするか分からないって言っただろう。俺は俺で何とか逃げてみる。ユイト、お前たちも人格矯正されるかも。いや、怪異にされるかもしれないんだぞ。え、怪異にされる。それは…ユイト、すみません。ルカ、どうして。あなたが冷静ではなかったからです。ナギの言う通り、僕たちは…けど、怪異にされるかもって話は気になるだろ。話は後で、他のみんなを回収しない。僕が事前にテレポート場所として安全を確保できたのはこの場所だけ。ここから先は自分たちの足で行くしかない。僕たちが知ってはいけないことを知ったのはすでに発覚しているはず。ユイトが不満に思っていることは分かっています。本来なら隊長であるあなたですが、この場所は想像以上に危険なようです。まずは脱出を優先させてください。分かった。みんな、怪異に警戒しつつ脱出しよう。戻るのは危険です。酷ですが脱出を優先しましょう。ルカ、頼む。僕の超能力を使えばこの先に進めそうですよ、ユイト。花火よろしく。力を貸してくれ。ルカ、頼む。一気に攻めるんだ。ユイちゃん、
終わりだ。聞いてください。
しょうか。クソ、どこへ行っても怪異だらけで。ルカだけでも病院の外へ出ること。ええ、怪異が大量に発生している場所はテレポート自…落ち着け。渡るもデータを持っていないなら出口まで記憶…俺もぼーっとしてた、ごめん。ううん、それより怪異、こっちに来る。迎え撃ちましょう。買わせてもらう。
力が効いてみんな、大丈夫か？怪異が集まってきてる。なんだってこんなに怪異がいるんだ。渡る、つぐみ、どこかに安全な場所はないか？悪い、何度も言ってるが、こっちは休館のデータが全く参照できない。どこも怪異だらけで。間に合ったか。吹雪連隊長、みんなついてきてくれ。地下道路を通って六勝者跡を抜けて怪異を振り切る。あの、もしかしてセーフゾーン？ニューヒムカ政府の取り付けた監視システムの、僕たちはセーフゾーンと呼んでいる。街の外で話せばいいんだろうけれど、巡回中のこんな場所があったの。ここで話すってことは政府に、そういうことになる。君たちが海抜軍病院に行くことを早く聞いていれば。吹雪さんは海抜軍病院がどんな場所なのか。ああ、ルカは聞いていなかったみたいだね。あの病院ではニューヒムカの国家プロジェクトである大脳の調律によってより強力な超能力を引き出す。おじさんの病院でそんなことは。そうか、あそこは一条。はい、あの病院で大脳の研究を進めた結果。人格矯正ですね。ああ、政府に都合の悪い。ナギはナオミの怪異化を目撃したことが政府に知られ。え、でも俺やゲマやカサネだって同じものを見たのに。みんなのことは僕が監視するという名目で守れたんだが、その前にナギは政府。すまない、僕。あのナオミの怪異化って。そうですか、ナオミは戦士ではなく怪異化って。まさかナギもそんなようなこと言ってたけど。それがニューヒムカの大脳研究のもう一つの副産物だよ。脳を持つ生き物なら何でも怪異。待ってください、それじゃあナオミを。そういうことだ。ゆっくり説明をしてあげたいけれど、このまま町にいるのもおそらく政府から君たちを引き渡すように。ひとまずこのまま紹介任務に出てくれ。待ってください、どうして吹雪連隊長は。ルカも今の話を知って。そうだ、だからあの時ルカは凪。簡単だよ、僕は耐性。ルカはカレンからある程度の話を聞いているはずだ。そうですね、まずは紹介任務に出ましょうか。ユイト、どこに行くか決めてくれませんか。わかった。